え、どうも、えー、ボビーアートレザーのボビーです。ね、えー、今日は一月三日。日曜日ですね。え、百二十四回目のお放送となります、えー。それではですね。えー、っと、これかな。今日のテーマ、ね、えー、一月三日ということですね。今年初の一流販売日。 ね、なのでということで、えー、一流万倍日ね、えー。ということですね今日とかですね、えー、例えばあ何かを始めたりとかあ新しく、ね、お財布を,を下ろすとか。 まあ、僕とかやったらねそういうことですかね、えー、レザーとかやったらね革ジャンを新しくこうピチッと新調するとかあそれか靴をねおろすとかねなんかそういうバッグを使うとかそういう感じでね、えー、そういうなんか新しいことに、えー、使うには最適なあ日かなということですね。 一、えーまあ、と粒と万倍って書いて一流万倍日、えー、というんですけどもね、えーまあ、僕もそんなに詳しくはあ分かりませんので、えー、詳しい方はですね、まあ、あまたコメントを書いてください <laughs> でまああの何ですかね、えー、意味合いとしてはこうわずかなものでもね非常に、えー、大きく成長するということでね、えー、そういうことですね。 えー、まあまあそういう,う、まあ、要するに平たく言えばあ何かを始めたりとかあスタートさせるには一番いいよという感じの日だそうですね。えーまあ、あのまあ今日3日でしょあと4日。 7日16日19日28日31日が、まあ、そういう一粒万倍日の日だそうです今年はね1月は、まあ他にも毎月こうあるそうなんですけどもね、えー、そういうことをですねなんかこうなんかこう知ったというか調べたというかね、えーまあ、そういうきっかけになったのはですね、えー、まあレーザーを 使ってるでしょレザーを扱ってるでしょその中で、えー、お財布をですね、えー、オーダーいただくことが結構多かったりするので、えー、そういう、ね、ことでねそれであ僕もこれちょっと、ね、せっかく同じことをしてね同じものを同じ物事をことをするんでしたらあーせっかくやったらこうあのいい日に使いたいじゃないですか下ろしたいじゃないですか。 なんかそういういことですね、えー、僕もちょっと多少はね暗記はできないですけど一回こう毎年毎年、えー、なんかこうそれは知っとこうかなと思ってそれでこうよく調べたり本読んだりとかしてますね、えー、それがきっかけですその財布をーオーダーしたりねいただくんで、えー、それでまあブログにもあの載せたりはしてますね、うん、あのー、僕なりに、ね、はい。 でえっとまあちなみにこれ僕が使っている私物ですけどもね、うん、あの長財布かな、うん、ロング折れてねあのダイヤモンド・パイソンの、ね、オリジナルの折れてです、えー。これもですね昨年の6月20日かな、うん、あのその一万倍日とかあいろいろ一番重なった日に。 天赦、えー、日、えー、っていうのがあってですねそれが重なった日がにあったんでそれで、まあ、それはもう年に数回しかないのでねその日に、えー、新しく下ろしてですね、えー、まあ普段ね、えー、これを大切に使ってますね。はい <laughs> ねえー、まあ 今年二千二十一年で言うとですね、一月の十六日。映画、あその転写日とですね。まあ、転写日とか転写日とかは言うんですけど、転写日と。一流万倍日が重なる日なんですね。一月は、あと三月の三十一日。 えと6月の15日らし,らしいですどうも <laughs> まあ,あの多分それであのググってもらえれば多分いろんな方が多分動画とかで、えー、とかブログとかでね、えー、あのお伝えしてると思いますんでねぜひねあの調べてみ、えー、てください、えー。まあそんな感じで、えー、今日はあね、まあ他にも。 ちなみにボビー・アトレーザーの,、まあ、あの今アトリエでね在庫しているのはですね、えー、このクロコダイルのーハーフウォレット、ねえー、肩押しじゃなしに、えー、あれですよリアルクロコレーザーの半艶、まあ、っていうかね、うん、こんな感じ、うん、これがあ,、まあ、あります。でね えー、まあショップからでもご注文できますし、まあ、あとそれかあ、ね、今年ねこういう財布が欲しいなとかウミガメもまだちょっとあるんでウミガメでね縁起物で欲しいなとかあと、うんえー、なんかあそうやねダイヤモンドパイソンもねこういうダイヤモンドパイソンもございますしね。うん、あのなんかこう オリジナリティななものがゲットしたいなって言うんでしたらあ、ね、僕がね一回この手で作りますんでね、うん、遠慮なくあの <laughs> この辺は、ね、ご連絡いただければメールでもいいですしね、うん、いつの好きなタイミングでお連絡いただければね、えー、まあなるべく、ねえー、いい日にお届けできたらなと思いますしね。 えー、やっぱりそういう作り手のね、えー、僕自身がですね、えー、やっぱりこういいあの波動がないとね <laughs> あかんやろうからね、うん、やっぱりそれを使ってくれる人があなんかこうステップアップするというかあ飛躍してもらいたいしねその,日その1年間まあ1年一年間とは言わずずずっとね。うん なんかそういう感じで、えー、やっぱりそこそこはね、なんかこう財布を作り出して、えー、なんか気にするようになりましたね、特にね。うん。やっぱラッキーアイテムっていうのをお,お届けしたいですしね、ボビーとレーザーは。うん。まあ、そんな感じで、えー、今日はそういう一流万売日ということですね、えー。なんかお役に立てればなと思います。それでは今日も最高の一日をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね。バイ。